さて、じゃあどうしようかな。じゃあまあ、ティーカップのね、ところ行ってみようか。外に出てみるぞ。お。かなめさん。あら。随分と楽しいな、おい。こんにちは、みおりさん。それに、ゆうりくんもいするぎくんも。ついで。こんにちは。どうも。みちめでくん、ぶっすりやな。今日は、この辺りの探索？はい。秘密の通路とか、ないかなって。秘密の通路？こう、ハリーポッターとかにありそうやね。だから、そんなものないですって。ただのテーマパークでしょ、ここ。だからだよ。ほら、VIP しか通れない秘密の通路が地下にあって、そこでは夜な夜なお金持ちだけのパーティーが。なんかそんみおりちゃんすごいな。なんかそういうドラマとかの見すぎなんじゃねえの。パーティー会場探してどうすんですか。あ、それもそうだね。でもさ、そこから外に出られるかもしれないでしょ。でも外には、うん、確かに外にはふん、空だね。全員の視線が空に向けられる。アリスが何かしているせいか、化け物はこのテーマパークには入ってこれない。だが遥か上空には影響力がないのか、空を飛ぶ化け物の姿が小さく見える。あー、まあちょっと空からはちょっと見えちゃうんだね、そういうのが。テーマパーク全体を囲う、柵の向こうには無数の化け物がうろついているのがここからでもわかる。何かあるかもしれないでしょ。シェルターね。無駄じゃないですよね、かなめさん。まあまあいいんじゃない、そういうなんかスパイ映画みたいなのもあって。今はどんな情報でも無駄にはならないと思うよ。地下に通路が本当にあるなら、いつかそこに逃げなくちゃならないこともあるかもしれないし。そうですね。ね、ちょっと微笑むゆうりくんだね。そんな状況あるんすかね。わからない。でもアリスを裏切った場合、テーマパークの外かここ以外に安全な場所があるのとないのとでは全然違うと思うよ。裏切るつもりなんすか。可能性の話だよ。だいたいあいつのこと騙せますかね。まあちょっと見られてる感があるけどね。騙されるようなやつじゃないとイスルギ君は思ってるってことだよね。先輩はそう思わないですか。いや、俺も簡単には騙せないと思ってるよ。簡単にはということは、難しいけど騙せるかもしれないってことですよね。まあその辺はテクやね、テク。どうだろう、不可能ではないと思う。手だけだけどね。例えば嘘をつくとか。でも嘘がバレた時の方が怖いかも。アリスさんってそういうのには厳しそう。まあ多分もうね、追放しちゃうんだろうね、問答無用で。それは違うと言いたかったが、教えてやるつもりはない。俺も何度かアリスに嘘をついたが、ほとんどの場合笑いながら嘘だと指摘されるだけだ。道宗は嘘つくの下手だもんね。ユーリ、俺は別に嘘をつくのが下手なんじゃない。ユーリとかミオリさんが鋭すぎるんだよ。
そうなのかな。結構顔似てるタイプだと思うよ、道宗くん。道宗くん、思ったことがすぐ顔に出ちゃうからね。こう、俺と同じタイプだね。少し思っていたのとは違う展開になってはいるが、今はおとなしく3人のやりとりを聞いておくか。だから道宗は嘘はつかない方がいいよ。分かったって、どうせ俺には無理だよ。いや、道宗だけじゃなくて僕たちも無理かもしれない。どうして？これは僕だけが思ってることかもしれないけど、アリスさんには嘘がバレてしまうような気がして。ユリ君、貴様ニュータイプか？実際に俺も何度も見抜かれている。確かにアリスには得体の知れないところがあるね。まあ存在自体がだいぶ得体知れんけどね。仮に彼らが嘘をついていたとしても、アリスはそれだけでペナルティを与えることはないだろう。ここは話を合わせるために姫のユリの意見に賛成しておく。じゃあアリスは嘘を見破れるかもしれないってことっすか？そんなの反則でしょ。仮にそうだとして、アリスさんが本当にそんな力を持っていたとしても、騙す方法はあるんじゃないかな。あんの？騙すって言うとちょっと違うかもしれないけど、何も言わなければいいと思うんだけど。ああ、まあ確かにそれだったら、まあねえ、うん。つまり姫の有利に対する印象を少し訂正する必要がありそうだった。心が読めるとかだったらどうしようもないですけど、嘘を見破れるだけならそもそも最初から何も言わなければいいんじゃないかと思って。黙秘権やね、黙秘権やね。ちょっとユリ君、今回ニュータイプなんじゃないの？実はユリ君だん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 ニュータイプに覚醒していってんじゃないの？後半は自分でも自信がなくなったのか、小さくかすれたような声になったが、彼の言っていることは、概ね正しかった。アリスが嘘を見破れるかもしれないと言ったのも彼だった。直感にも優れている。よし、それじゃあ黙ってればいいわけだな。さすがユーリ。ちょっと今回ユーリくん、点数上がったんじゃねえの？自信なさげにうつむいていた姫のユーリは、友人の言葉に勇気をもらったのか、顔を上げて笑った。でも道宗の場合は顔に出るからね。弱点疲れてもった。さっきも姉の方に同じことを言われていたが、反論できないのか、彼は不満そうに顔を背けただけで何も言わなかった。黙秘だね。まあ道宗くんはそれでいいと思うよ。だって嘘をついて人を騙すなんて道宗くんらしくないしね。そうっすか。まあ人間正直な方がいいんだよ。うん。そして目に見えて顔色が変わる。確かに彼は顔に出やすいのかもしれない。何見てんですか？あれっすよ、プライバシーの侵害っすよ。いいじゃねえかよ。どうやらさっきの不満の矛先をこちらに向けることにしたようだ。ああ、とにかくこっちの事情をあまり話さなければいいんじゃないかと。肯定するわけにもいかずに言葉を濁していると、姫の有利から助け舟が出された。そうだな、うん、これでアリスもバッチリ騙せるな。
まあでも聞かれてるんだけどね、きっとね。あれ？何？僕を騙すつもりなの？やっぱり出てきたか。あ、アリスさん？やめておいた方がいいと思うけどな。マジかよ。ただの可能性の話だよ、アリス。まあ、君たちには他に選択肢はないと思うけど、せいぜい頑張ってね。全部聞かれてるんですね。その通り、その通り。そうだろうね。俺はアリスの唐突な登場の仕方には慣れていたが、3人はそうも、いかなかったらしい。3人は黙り込んでしまって会話は途切れてしまった。もう少し彼らとは話をしておきたい。アリスの出現も彼らの信用を得るために利用させてもらおう。でも立てた指、人差し指を口に当てて話を止めるように全員に促す。でも姉さん、いち早く気づいたユーリが、ミオリの服を引っ張った。それで、ミオリに続いて道宗もこちらの、意図に気づいたようだった。軽くうなずき、指はそのまま話を続ける。いや、やっぱり思いつかないな。何か方法は？言いながら、ミオリがいつも胸に抱えている本を少し、借りるようと手を伸ばす。何するんですか？あ、ちょっとごめんなさい。すみません。あの、ミオリちゃん、そのつもりはないんですよ。はい。あの、別に、違うんだよ。いや、ごめん。これ道宗君に怒られるぞ、カナメ。思わぬ提供にあって固まってしまった。ちょっとその本を借りようかと。ダメです。これは絶対にダメです。あら、なんか秘密でも書いてあるの？そっか。急にごめん。あたりを見渡したが、今度はアリスは出てこなかったようだ。これは本じゃなくて日記みたいなもので、その人様にお見せできるようなものでは。日記？はあ、日記なんて常に持ってってんのか。荷物になっちゃうよね。本当ごめんね。二人の少年は呆れたような目でこちらを見ている。あー、要のあのこうね、セクハラ行為に。何の話だったかな。ああ、そうだ、方法だったね。やっぱり思いつかなかったみたいだ。ごめん。言いながら本を指さす。そしてペンを持つような指で空中に文字を、書くように動かす。わかるのかな、それ。ユリが声を上げたが、さすがに言葉にはしなかった。ああ、紙で書いてこうね、渡していくってやつやな。道宗が続いて静かにうなずく。決断の可能性を示したところ、全員に気づいてもらえたようだ。方法はわからないが、どこかからこちらを見ているアリスには筆談だろうと完全に監視されている。俺が記憶を取り戻した時の状況を考えれば、そう考えるしかない。
それとも屋外からカメラの心配はないのか。いや、用意周到なアリスが見逃すはずもない。今のやりとりもきっと笑いながら監視しているはずだ。だがそんなことも知らない3人には疑う理由はなかった。まあ今は考えてもしょうがないかもね。その時になったら何か思いつくかもしれないし。はい、そうっすね先輩。なんか道峰くんが初めて要に笑顔を見せてるね。それで要さんの方はどうでした？一通り全員と話してはみたけど、正直なところ何かがつかめたとは思えない。そうですか。いろいろ嘘が多いけんな。こちらからももう少し情報を流しておくか。危機感を持ってもらえれば頼れる相手が欲しくもなるだろう。まず選挙に積極的に参加しようとしているのが4人。4人もいるんですね。でも誰ですか？いすみ白秋と双子の姉妹。うん、それは前回にもあったね。どうしていすみさんでしたっけ？すごくいい人そうに見えましたけど。それにあの双子の女の子もすごく可愛かったし。そうかな。白秋様に関してはまあ話してないからわからなくもないけど、双子か。まあ確かに可愛らしいじゃ可愛らしいんだけど、ちょっとね、可愛いのは関係ないと思うけど。ざっくりしてやな。もう俺にも理由はわからないけど、選挙には参加するつもりだし、他の方法を探すことには消極的だった。残りの一人は綾良伊月。あいつか。見るからにそういうやつだったな。まあでもそんなではないと思うんだよねっていうね。次に消極的ではあるけど参加するしかないと考えているのがユリザのしほり。それに俺とイチカもそういう立場だと最初に言っておくよ。カナメさん。ま、そうっすね。でも俺は不参加で死ぬのはごめんだ。俺だけじゃない、ミオリさんやユーリが死ぬのも絶対に許せない。道宗。もちろん残された時間を最大限他の手を考えることに使ってっていうのが前提だけどね。そうだろ、イスルギ君。道宗でいいっすよ先輩。あら、まあ下の名前で呼ばしてくれんの。わかった、道宗君。それで君もそう思うよね。まあそうっすね。そうだよね。あとは脳裏だけど、あの子は何も分かってないからこの際考えないでいいと思う。やっぱりまだ記憶は戻らないんですか？まあそもそも何もなんかもよう分からんけどね。でもこのままじゃ何もできないから気にはかけているよ。あ、それなら私ももっとノーリちゃんに話しかけてみますね。いや、あの子のことは任せてほしいんだ。関わらないでほしいとは言えなかった。俺と一華で何とかするから。ずいぶん面倒見がいいんすね。そんなんじゃない、ただ放っておけなくて。こうあのミサとちょっと似てっからね。あ、わかる気がします。なんかカナメさんってお兄ちゃんタイプですよね。まあお兄ちゃんなんすけどね。
この前会議室に集まったじゃないですか。あの時のカナメさん、ノーリちゃんにすごく優しかったから。そんな風に見えてた。あ、でも構いすぎてる感じじゃなくて、自然にお兄ちゃんしてる感じって言いますか。どうかしました？ああ、いや、なんでもないよ。まあそりゃお兄ちゃんだったもんねって。彼女の言葉でミサのことを思い出していた。そのせいで顔に出ていたかもしれない。あら、ポーカーフェイスできない？カナメさんって意外と保育士さんとかに向いてるのかもしれませんね。この追放選挙が終わったら、カナメは保育士さんになってたりするかもしれへんな。保育士さんの方行くしね。彼女はどうやら気づかなかったようで、何事もなかったかのように話を続けている。先輩が？そうすか？なんか顔怖くないですか？まあちょっとあの髪の染め方はどうなんて感じがすっけどね。彼は気づいていたんだろうか。あ、いや別に悪い意味じゃないっすよ。なんていうか、ほら、顔から優しさがにじみ出てるようなタイプじゃないというか、どちらかといえばみおりさんの方が向いてるような気がするかなって。いや、気づかれたのは姫のユーリ一人だけのようだった。なんかほんとユーリくん、やっぱニュータイプなんじゃないの？彼が言いたかった本命はこっちだろう。私はダメだよ。自分のことだけでも精一杯なのに、そんな大切な仕事には。というより私に向いてる仕事なんて。いやいや、絶対向いてますって。俺が保証しますよ。めっちゃハードル上げるなおい。嬉しくないだってよ。どうやらこの話題は彼女にとってあまり好ましくはないらしい。なんかあるんかな。そういう道宗の方が向いてるんじゃない？そんな姉を察してか、弟が話の矛先を友人に向けた。俺？いや無理だろ絶対。なんか体育の、教師とか、ダメか。ジャージ着てるだけじゃちょっと、難しいか。そう？なんだかんだ言って面倒見もいいし。でも、ああいうのって好きじゃないと続けられないだろ？まあ、確かにこう、子供好きじゃないと続けられんよね、あの保育士さんって。どんな仕事でもそうだよ。おう、それもそうか。何せよここから出られてからの話だしね。その一言で全員の意識が現実に引き戻される。姫の身寄りがこの中では一番影響力のあるのは確かだが、弟もそのバランスを保つのに一役買っているのかもしれない。ちょっと要注意人物として見ておくのがいいね。道宗くんはちょっと、ウブだけど。何せよ意味のない会話はこれで終わりにしよう。それじゃあ、そろそろ俺は行くよ。あ、はい。じゃあ私たちは引き続きこの辺りを探索してみます。ね、道宗くん、ユーリ。うん、そうだね。うっす。ありがとう。それじゃあまた。はい、頑張りましょう。さて、はあ、いや楽しい時間ってすぐに終わっちゃうのね。まあちょっとね、
結構長くなったな。任長寺さんの話だけでも結構時間経ったっけ。今日はこの辺にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回の追放選挙どうなってしまうのか。次回は誰と話せるんだろう。まあ多分白秋様と次回は話せるんだろうけ、ね、ターゲットでの人はじっくり情報を収集しておかないとな。次回も見てくださいね。それではバイニャラー。